おはようございます。YouTube 講演家の鴨頭ガ人です。本日の提供は、美容で世界を変える株式会社ビーズ細野隆です。鴨さんに出会って2年半で年賞5000万から7億5000万になりました。えー、さん、話し方のメンバー、村井末吉、末吉かな大好きです。という義人さんの提供でお送りいたします。えっと、これ、説明必要だな。義人さんっていう人はですね、 細野隆さんです。えっと、ややこしいな。えっ、ー、と、株式会社ビーズっていう美容室の経営者の方が細野隆さんで、この細野隆さんが話し方の学校の生徒さんの時に自分につけたニックネームが吉人さんですね。はい。鴨頭吉人になりたいというですね。だいぶあの、言っちゃってる経営者の方で、もうほんといけてるんですよね。まあでもこれ数字で物語ってますよね。鴨さんに出会って2年半、年商5000万が7億5000万ですよ。 売上14倍やばいですね。<laughs> まあでもね、素直で、学んだことをすぐに実践する、えー、そういう方なので、やっぱりこういう結果が出るんだなと。やっぱり学びは素直さで決まりますね。頭の良さとかじゃないですね。知識量でもないですね。素直さだなって思います。えー、吉久さん、大好きです。えー、このボイシー大人気なのでプレゼント中です。 日本人の95%が持っている話し方の悩みを解決する2時間19分の一般公開していないマル秘セミナー映像をプレゼント中でございます。鴨頭義人の公式 LINE の方でチェックしていただけるとゲットできます。 え、またですね、話し方の学校の入学体験講座もやってます。今週の金曜日、11月19日19時から東京池袋で開催しますので、これね、あの、会場参加も、それからズーム参加も選べますので、ぜひぜひチェックしてみてください。もう一つ、ボイシーのプレミアム放送、ただいま大人気でございます。毎日10分喋ってます。 ここではね、えっと、どちらかというと有料会員さん向けなので、鴨頭嘉人が現在手がけているビジネス、社会貢献の途中経過。まあ、大体ね、オープンのところで喋るのは、いろいろ実践して実験して出た結果。 特にその中でもうまくいったものを喋ってますが、えー、このプレミア放送の方ではですね、うまくいったものだけを喋るんじゃなくて、うまくいかなかったこともいっぱい喋ってるし、なんならやろうと思ったけどまだこれからやるよっていう、もしくはやろうと思ったけどやっぱりやめましたよと、そういうね、プロセスを発信しておりますので、鴨頭よしとの考え方を取り入れるには一番この内容がいいと思いますので、えー、鴨頭よしとの考え方を手に入れたい方は、ぜひぜひこちらの方をゲットしてください。 さてさて、えー、っと、今日新型コロナウイルスがもう落ち着いたから経済にそろそろ振り切んなきゃいかんよねっていう話をしようと思うんですけど、まあこれいい情報なのでデータだけ言いますね。えー、PCR 陽性反応者数ですね。えー、昨日全国126名。東京都22名。ちなみに全国の昨日の重症者数ゼロ。 死亡者数2東京は重症者数0死亡者数0すごいですよねもうほぼほぼこれゼロコロナに近くないですかもちろん死亡者2名いらっしゃいますがもうこの死亡者の方が例えば84歳だったらどうですか もちろんコロナに感染しているかもしれませんけど、まあ、これもうほぼほぼ老衰に近いかもしれないですよね。それも入ってます。当たり前ですけどね。コロナ死亡に入っているので。でもね、1億2000万人の人口がいて、126人ですよ。ね。東京で言うと1400万人人口いて22人ですよ。100万人に1人ですよね。それが PCR の陽性反応。別に重症化もしてませんからね。うん、要は 調べてみたら一応反応があると。まあ、PCR 陽性反応ってインフルエンザでも反応出ると言われてますから、正確な数字ではありません。疑いありが100万人中1人。もう正直言っていいですかこれ言うと延長するかもしれないけど、数字だけで言いますよ。あの、100万人に1人が疾患するために、1億2000万人がマスクしているこの状況はきっと将来、 漫画に書かれると思います。狂気の沙汰だっていう意味でね。だってこれでマスクするんだったら毎年インフルエンザの時期絶対してないとおかしいけどやってなかったですよね。だからもう情報に恐れてる。もしくは人の目ですね。 人の目が怖くて、マスクをしてる人が、まあ、全員じゃない。本当に恐れてる人も何割かいますけどえ、もや人が怖くてしてるっていう状況なんだろうなっていうふうに。そう言っても僕もね、エレベーターとかね、建物の中してますからね、言われるしね、してくださいってね、書いてあるし貼ってあるからにしてますけど、外歩くときは僕はしてないですね。うん。 だって、100万人に1人ですからね、これ炎上すっかな、やだな、もうコメント欄とかあれたら本当やだな、まあすぐに削除するけどね。<laughs> はい。もう本当に恐れて不安を持ってる人って攻撃性が高いのでとっても怖いんですけど、僕は、そういう意味では、日常から体調管理をしているので、 手洗い、うがいとか、マクドナルド時代からやってるし、講演家になってさらに気をつけておりますし、インフルエンザも予防接種を毎年受けてるような人間なので、ウイルスに対して今わーわー騒いでる人よっぽど僕の方が管理しているということだけはお伝えしておきましょう。ここ強気で言っときます。体調管理してます。なんでしているか。体調が悪くなるリスクをちゃんと理解しているからです。何にも怖くないんじゃありません。怖いんです。人とたくさん会うから。だからちゃんとケアをしています。 で、意味のないことはやらないんです。意味があることをやります。手洗いとかうがいは意味があるのでやっておりますということです。ねえ、でもね、マスクなんてね、本当に危険じゃない時にずっとしていたら免疫力が低下するっていうリスクも考えてるんですかね多分もう考えられなくなっちゃってるんでしょうねっていう気がします。<laughs> 僕は考えながら、ちゃんと自分で選んでいこうと思います。 ね死亡者人数もね、1日に本当に0とか2になりましたからよかったですね。ちなみに、全国の死亡者人数の他のね、えー、データもちょっとお伝えしておきますね。こういう時に知っておくといいですよね。えー、ガが,が1位ですね。年間34万4千人の方が亡くなっています。えーえっと、1日に直すと950名。950人の方が毎日がんで亡くなられています。 第2位、心疾患ですね。心臓が止まる病気。年間18万人。1日に治すと500人の方が心臓が止まるということが起きています。えー、第3位、えー、脳血管疾患。まあ、これ、あの、血栓。要は、うんと、血管が詰まるっていう病気でお亡くなりになった方が、年間12万人。1日に治すと330名の方が毎日血管が詰まってお亡くなりになっております。 第4位、肺炎でお亡くなりになる方、年間11万人。1日に直すと300名の方がお亡くなりになっています。第5位、老衰。いいですね、老衰ね。もう命を全うしてお亡くなりになった方が38,670人。これ去年のデータですね。1日約100人ぐらい。 の方が老衰でお亡くなりになっているということでございます。まあもちろんね、これゼロに、ゼロにはならないですね。ゼロになったら誰も死なない世界になっちゃうんで。まあつまり、亡くなっている方がいるっていうのは自然なことであって、恐れては、おまあ恐れちゃいけないとは言わないんですけどお、これ恐れてたら、なお全て恐れなきゃいけなくなっちゃいますよね。 死なない世界が普通と思う方がちょっと頭がおかしいと思うんですよね。あの僕もあの今のところですね死ぬ可能性がかなり高いです。<laughs> 100%まで言い切れないですけどね。あの、死なないような薬とか、死なないような何か対処方法ができたり、細胞の組み替えができたらまた別ですけど、今のところ死ぬと思います。なので、まあ、このランキングに入るかどうかは別にして、いつか僕死ぬので、その中で自分の体調管理をしていく、ある程度のリスクを許容しながら生きていくと決めています。えー、ちなみにですね、病気以外のも言っておきますね。交通事故、1年間で3000名の方が亡くなっています。 一、えー、日に平均換算すると8名の方がお亡くな、ね、り。これはゼロにしたいよね。ね。癌とか心疾患とか脳血管とか肺炎とか老衰ってゼロにしたらおかしいでしょゼロになったら誰も知らない世界なんで。でも交通事故ゼロでもいいですよね。こっちの方が重大じゃないですか。年間3000人。一日8名ですからね。ちなみに、お餅を喉に詰まらせて亡くなる方、年間3500名。一日約10人。 こっちの方が恐れるべきじゃないですかね。でも、お餅は、ちあの禁止にしないですね。でも、なぜか飲食店は夜9時に、えー、とか夜8時までとかね、そういうことが行われてたってことなんですけど、もうそろそろ正しいデータをもとに、正しい判断をしていく社会に戻していかないと、えー、自殺する方が11年ぶりにプラスになった。 というのは、やっぱりこの情報によるパニックが引き起こしているとしか思えないので、ここはもう冷静になっていきましょうねという、ちょっと炎上するかもしれないとビビりながらも、やっぱり正しい情報を得ていくことが重要だなという放送でございました。それでは、今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますように、せーの、いいねー。変なコメントあったら消します。